1977年の地雷駅と周囲約500メートル範囲、右が波走方面、床単駅と同様に無人化に伴って、島式ホームの駅舎側が撤去され、駅裏側本線へ防線化されている。田園地帯の広がる地雷地区の西部に位置し、左側には左上から下のサロマ別川へ注ぐ地雷側が流れる。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地雷駅は、北海道ところサロマ町技地雷に、かつて設置されていた、日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号は地雷。有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に、廃駅となった。廃止時点で、島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、 線路の北側に存在した、点鉄機を持たない、防線駅となっていた。かつては、島式ホーム一面二線を有する、列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった、駅舎側の一線は、交換設備運用廃止後は撤去されたが、ホーム前後の線路は、点鉄機の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、 校内の北側に位置し、急線跡を渡りホームを結ぶ通路で連絡した。駅舎とホームの間には、花壇が作られていた。駅自体は、完全無人であるが、駅前の商店で乗車券を取り扱う、簡易委託駅となっていた。所在地名より、アイヌ語のチラヨの点火とされる。旧駅舎ホーム側1999年時点では、 駅舎が廃止当時のまま残存しており、地雷ゲートボール会館として再利用されている。2010年時点、2011年時点でも同様であった。内部は当時のベンチは残存しているが、待合所と事務所の間仕切りは撤去されており、休憩所兼倉庫として使用されている。ホーム側も駅舎は当時のままだがレールは撤去され、埋め立てられているなど、 駅舎以外の設備はすべて撤去されている。線路跡も整地され、畑となっている。また、2011年時点では、簡易委託の受託者であった駅前の商店の軒下に、地雷駅国鉄乗車券発売所の看板が掲げられている。ありがとうございます。